お家でできるトレーニング講座。ランポレミ背番号17番本間道也です。今日はバスケットニックトレーニングを紹介していきたいと思います。3回目は体幹トレーニングを紹介していきたいと思います。飛んだ時に、体がぶれないようにしっかりこのトレーニングをしています。ポイントはお腹に力入れるのと、お尻を締めてしっかり力入れて、その長い時間じゃなくてキュッて締めながらトレーニングしてます。僕は1分かける2セットやったり3セットやったりしてます。まあ他にもあるんですけど、こんなことをやってます。あっちどっちそっち、